PC カード、PC カードとは日米協調して規格統一を行ったパソコン用小型カード型インターフェースおよびその規格による拡張カードである。主にノートパソコンや小型の小スペース型デスクトップパソコンで利用される PC 向けインターフェース規格として初めて本格的なプラグプレイホットスワップを実現した。当初は PCMCIA カード、PCMCIA スロットなどと呼ばれたが、九百九十三年に規格の統一故障として PC カードが制定されたため、PCMCIA とは規格策定団体のみを指すようになった。イ s a をベースにした従来型のものを十六ビット PC カードと E、PCI をベースに三十二ビット化されたものをカードバス、カードバスという、 また、コンパクトフラッシュは16ビット PC カードを小型化したもので、サイズとピン数以外はほとんど同じ規格である。後継規格として、エクスプレスカードがあるが、これは USB2.0 と PCI エクスプレスをベースにしたもので、PC カードとの互換性はない。1985年、日本電子工業振興協会、G が当時に、 IC メモリーカード技術専門委員会が設置され、企画仕様の検討が開始された。当時はまだ、ノートパソコンは存在せず、主に電子、手帳向けの企画だった。1989年に、米国で、パソコン用メモリーカードの企画統一のための組織、PCMCIA、パーソナルコンピューターメモリーカードインターナショナル、アソシエーションが設立されたのを受け、 1990年に GDA の呼びかけで共同作業が開始され GDA ガイドラインバージョン4.0を元にして PCMCIA スタンダードリリース1.0が発行された当初は細部の互換性に欠けていたが1993年 PC カードガイドラインバージョン 4.2PCMCIA スタンダードリリース2.1をもって互換性が得られ統一故障 PC カード、PC カードとロゴマークが制定れた。また、ジーダガイドラインバージョン4.0以降、ATA、AIMS、オートインデキシングマスストレージなど I、オーカード仕様も制定された。1995年 PC カードスタンダードとして、統一規格が発行され、カードバス、3.3V カード、マルチファイクションカードなど、各種の新規格も盛り込まれた。 IC メモリカード技術専門委員会は、PC カード技術専門委員会に改組された後、ジーダは、現電子情報技術産業協会、JEITA に引き継がれている。PC カードのサイズは、クレジットカード台、長さ 85.6mm 金 54.0mm で、厚さにより、一下のように分類される。コネクタは、カードの一端に設けられ、 68ピンである。コネクタ部及び側面ガイド部の厚さはすべて 3.3mm であり、中央部の部品実装部分の厚さのみ異なる。タイプ E カードはタイプ E の厚さを上方向に倍にしたような形状である。そのためタイプ E スロットが上下に2つある場合、利用できることが多い。また、カード後部に突起部のあるカードや、 外部機器との接続ケーブルのコネクタを備えたものも多い。専用の接続ケーブルを介さず、一般的な外部コネクタがカードと一体化したものは、カプラスとも故障される。PC カードには 5V 駆動のものと 3.3V 駆動のものがある。5V のみ、対応の本体に 3.3V カードを挿すと、危険なので、コネクタ部側面にご挿入防止キーが設けられている。 同様にカードバス非対応のスロットには、カードバス専用のカードは刺さらないようになっている、両対応カードは刺せる。またカードバスでは、電気的特性の安定化のため、コネクタ部上面に、金色のグランドプレートと呼ばれる端子を備えている。スロット側の形状もカードに合わせて決められている。入り口には、蓋が設けられているか、カードサイズの枠の形状をした。 ダミーカードを挿入するようになっており、PC カードを挿入していない状態における異物の侵入防止はじめない武器候補のための対策が取られている製品が一般的である。タイプ I のカードはタイプ E のスロットに挿すことができる。また、タイプ E 用スロットを重ねて設置することにより、タイプ I、E カード最大2枚、またはタイプ E カード1枚を挿して、 使うことができ、ノート PC などでは、このようなスロットが一般的に採用されてきた。しかし、2010年頃までには、以下のような理由により、タイプ E スロット一つのみを備えるケースが多くなっていた。またかつては、センクパドなどで、PC カードスロットを3つ設けた機種もあり、さらに、ドッキングステーションや、ポートリプリケーターを利用し、 合計4つ利用できる機種もある。また、各社の PCI Express に対応したチップセットを搭載したモデルでは、本体は PC カードスロットのみとし、ドッキングステーションに Express カードスロットを持つものや、主に A4 サイズ以上のモデルで、本体に PC カードと Express カードの両スロットを備えるものがある。通常、スロット横には、イジェクトボタンがあり、 これを押すと挿入した PC カードが押し出され、取り外すことができる。また、機種によっては、スライドスイッチ状になっているものもある。なお、PC カードのインターフェースポートやアンテナなど外部に露出している部分があれば、それをつまんでそのまま引き抜くこともできるが、カードに無理な力が加わる恐れもあるため、エジェクト機構を使うことが望ましい。また、ノート PC をケースから出し入れする際に、 イジェクトボタンが飛び出した状態になることがある。これに気づかずに無理な力が加わると、イジェクトボタンを破損してしまう場合があるの、注意が必要である。以下のような、様々な用途のカードが市販されている。初期の SRM カードや、リニアフラッシュメモリカードは、敷記屋上に直接配置できる構造になっているが、その後のコンパクトフラッシュ等のメモリカードは、 ATA のインターフェースを経由する形で、IO カードとして実装されているものが多い。2006年時点では、各種デバイスの内蔵化や USB2.0 など、他のインターフェースの普及により、よく利用されるカードは、メモリカードアダプタ、無線 LAN、PHS データカードなど、その PC が発売当時に持っていなかったインターフェースの追加、増設用に限られてきている。また、 一時期はコンパクトフラッシュサイズも多かった。ネットブックなどには内蔵スペースや重量の問題もあり、PC カードスロットは設けられることは少ないが、2009年以降は15から16型のオールインワンノートパソコンでも省かれる例が見られるようになった。ただし、スロットがない場合は、USB2.0 はもちろんエサタなど、 一通りの高速インターフェースや無線 LAN は完備していることが多い。技術向上により転送速度がカードバスベース PC カードの転送速度 132MBS を上回るようなインターフェースも出てきており、そのような場合はカードバスがボトルネックとなって性能をフルに貸せないためシリアル ATA-SATA150MBS のように 性能ダウン覚悟でつなぐカードとなったり、USB 3.0 600MBS のように発売されない可能性もある。このため、ノート PC で USB 3.0クラスの高速インターフェースを増設する可能性がある場合は、Express カードの PCI Express タイプ対応機が必要である。なお Express カードをカードバススロットに接続する変換アダプタの類は、 一般に通信カードなどの USB2.0 タイプの信号線を利用したエクスプレスカード専用であり PCI Express タイプの信号線を利用する USB3.0 のようなエクスプレスカードは動作しない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。